はい、どうも。カナル式のイヤホンを耳に突っ込んだらトレになって、先までちょっと焦ってました。ワイワイと申します。よろしくお願いします。さあ、本日も本日とてね、非常に長めの動画ということになってございましてですね、まあ本日で一応4日目ということなんですけれども、まあ私の動画っていうのはね、1よりも2、2よりも3というわけじゃないですけれども、まあこの3回目、4回目ぐらいから徐々にね、ワイワイらしいと言ったら、まあなんかね、ちょっと自分勝手な言い方になりますけれども、少しずつこう動画の感覚を掴んでくると言いますかね、今回もほとんどがでも雑談に次ぐ茶番、もうこれはね、このシリーズから見出した人は、ああ、こいつちょっと頭いかれてんなと。いうふうに思われるかもしれませんけれどもね、結構長い4日目、今回もね4日目しかやりません。1日しか進んでないんですけれども、1日の間に喋りたくったというね、そういう4日目になってますんでね、前回に引き続きそのたぬきのね、小たぬきの店を建てるというね、ところを私ちょっとまあ奔走するというようなとこから、見ていただければなと思います。では本日の集まれ動物の森4日目の動画もどうぞ。あばらばば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 あいえばばばばば歯痛いねんなーっていうか、あー歯が痛い。あーもう本日はね、もう時間見ていただいたら分かりますけど、4時22分ということでね、まあもう例のごとくっちゃ例のごとくですけれども、まあ前回まで何してたかとかちょっとほとんど覚えてないんですけどね。まあ、今日はこの本村弁護士かぶれは、まあね、やれることをね、ほのぼのとやっぱやっていけたらいいなっていうふうにね、僕思ってますね。そこら中に昨日枝とかね、落ちてないんで、もう今日じゃあすることないのかななんてね、僕今思ってるんですけれども、はい、今度はね、新しい一つの命をいただきます。ね、はい、いただきます。あれ、おかしいなぁ。これ、僕22日に書いたよね。だから23日になってるから、なんか変更してくれないと困るんだけど。あ、そういえばね、なんかこんな簡単に出せるコマンドみたいなやつね、これをいただきましたんで、ちょっとまあどう使うかわからないんですけど、いちいちこれこうやって結局やらなきゃならないって一緒やなと思っているんですけども、なんかね、左右のキーを押すとね、こうやってね、何かにこう変わったりするということでね、いまいちよく分かってないんです、僕ね。はい、じゃあ釣りします。今日もね、何も変わらないね、一日が想定外ですけどね、はっきり言うと。あ、今日はもうあれかなと思って、そろそろ大丈夫なのかなと思ってね、起動したんですけど、恐ろしいほどすることがないんですけど、今僕どうしたらいいかな、することがないんで、じゃあ俺今日の表を書いとくかな。もう23日の表を書いときます、僕。じゃあこれはね、何書くとか考えんと書くのがプロのアーティストやからな、みんな。画面いっぱいにこう書いていくっていうのが大事やね。これ今ほら、なんかもう何か見えて、あ、何書いてんねん、何書いてんねんって思うやろ。俺もわからん。え、ごめん、わからん、俺も。できた。エジプトのここ好き。なんて言うたっけ、これ。これなんかわからへんけど、なんかここ好きじゃない。エジプトのここめっちゃ好きや。頑張ってほしいと思うやろ、ここを見たら。思わへん。これ調べてみ、みんな。世界地図見て、エジプトのあこ見てみ、頑張ってほしいと思うから、そこだけはなんとか持ちこたえてくれって。何したらええねん、何できんねん。ちょっと待ってとか言ったらな、みんな、新しいこと俺できるで。今見てごらん、右側からちょっと音してんねん。シュー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 な、このシュー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 する音、何かわかる、みんな。これや、これを多分パチンコで確か殴るんちゃうかな、これ。え、何、え、どういうことこういうことこうこうや、おらおっしゃ、おら見たか、お前。ああ、ポケットの中にはアサリが3つ、お1つ逃がせばアサリは2つ、プレゼントを開けたら中には5000ベル、お財布にしまったらアサリも1つ拾える。することなさすぎて気揺らしてることしかできひんねんけどどう、そんな無人島生活ある？おお、いやいや、ほら、イカを釣り上げた、イカよろしくそんな普通なこと言われたらな、ちょっと引くやろ。もうアジの時はどん、味はいかがかとかな、舐めた口聞いてるやつがやで。イカっていう一番日本語でもじりやすいものを釣った時によろしくって言うのちょっと意味違うんかな、なんかもっと深い意味があるのかな、よろしくーみたいなことかな。
怒っててってこと、怒っててこっちもよろしくみたいな、それやったらちょっとうわほらもう集中できない、いかんせいや。え、でもやっぱりな、実況者たるもののいかなる時もな、そういうのは考えていかなあかんと思うねん俺は。いかにそういうことを考えていけるかどうかで、これから先のな目標、自分が目指すその先の部分に行かないとっていう気持ちを活かせると思うね。なんかダジャレだけ思いつく限り言おうかな、じゃあ。え、おい、そんな動画にして終わらすん今日やっべえな、それこれ釣るやつに言うわ。じゃあこれ何、そう、うぐいて、お前もっとこうグイッとくる名前のやつが良かったわ。これは、まあ、こんなんも余裕やん、道場やろ。あ、ポケットがでもいっぱいねんって。じゃあもうそのまま道場。ほら見て、見てこの魚、これタナゴっていう魚らしいんだけどな、めっちゃ可愛いやろ。なんでこいつこんな可愛いんやろなと思って考えてみてんけど、多分な、一口餃子みたいなもんや思うねん俺。それどういうことかっていうとな、一口餃子ってちっちゃい、まず食べやすいやろ、こいつもほら食べやすいやろ、大きさ的にヒラヒラした部分みたいな。え、何、え、どうしたん、ん、何、あ、なんか立ち出してる、え、何、え、皆さん、たぬきちだな、もうただいま、2020年3月23日月曜日の午前5時なんだもん。さて、本日のニュースは、あ、5時に仕切り直すってことなん、これ。この度、しまうましましまに博物館を建てる許可がおりましたということで、本日はフーダさんテントがあった場所で博物館の建設工事が行われているだなも。はい、今日一日は対応ができずご不便おかけしますが、明日には立派な博物館完成しますのでお楽しみに。はーい、5時か、あらほら、あ、これでやっとおはようや、ほら おはようや、これちょっと見よう、メール来てるんちゃん。うわ、またしょうもないメール、あ、ちゃうわ、俺こうたやつや、ほら見て、雑誌とかさ、絆創膏とか来てるやん。あ、ちょ待って、ジョニーからも来てるやん、ジョニー帰れたんや。はい、ごイケメン男さん、どうもです。あなたのおかげで仲間と船旅を再開できました、ベリベリーサンキューです。お礼に旅の途中で見つけた素敵なお土産を差し上げます。なんやろ、素敵なお土産って言ったらね、だいぶハードル上げてくるけど彼、飛ぶこともできるのにハードルだけ上げ上がって。見てみる、ちょっと。じゃあジョニーのプレゼント何ん。それを芸者さんっていうの彼は。ヘルメットじゃないの、これちょっと身につけたいな。芸者さんや、いいや。あ、これちょっとグッと、え、どう、グッと本村弁護士によって、だいぶまとまったな急に。いいね、ジョニー、ありがとう、ほんとすごいや、頭に雑草生えて左から鍵出てる、鍵の先っちょ出てるとやばないこいつ。これ雑誌やろ、絆創膏やろ、血のパン、ここらへんもこれいいよね。これ絆創膏って今身につけたらどうなる、あ、メガネとも共存的に、いいや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 、これ血のパンにもしようかなと思って、やっぱり TPO 考えなあかんから、ほら。あ、いいね、こうなってくると、ごめん、靴下はごめん、ちゃうねんな、それは俺のセンシビティで活かして。うわ、むっちゃおしゃれやん、ちょ待って、俺写真撮りたいんだけど、なんか今日だけの、今日ここだけの写真って撮りたいな。で、いやー、OK、やることいっぱいちょっと出てきてると思うから、これや、このたぬき開発のこれが今あれなんやろ、立ってるってことやな。了解了解だ、これ待ちゃいいのな今な。で、今日やれることっていうかね、一応お金は食べなあかんのですけど、挨拶はしとこうと思うのよな、島民に。で、今日はね、鉄鉱石を取らなあかんのよ。鉄鉱石をとにかく取って、あの、集めてなんか店建てるっていうのにあげなあかんから。え、ちょっと待って、家なってませんこれ。うわ、しかもかなり和風な家になってますやんこれ。これなんて、もう死にたいやろ、あー、死んでやろ、うん、そう、おい、ちょ、お邪魔できる、ぐっすり眠っ、あー、そうなんや、こっちの家はこっちの家でさ、ちょっとなんか北欧な感じというかな、わらぶき屋根みたいな、ナディアの家、いいじゃない。え、これどっちか入れへんの、そんな、でもおじさん無理やって、だからなんかさ、あの旅先の医師ではさ、すげえ鉄鉱石出てきたら、ここの鉄鉱石渋いよな。なんかそれも関係してんのかな。今日もちょ行く、無人島。てか、イソジンは、イソジンなんか来るって言うてへんかった昨日。
で、今23もあるからちょっとスコップ壊れてるけど、それだけ作ってもう今日しまいにしよう。鉄鉱石集めは。あ、またこれパチンコ、あ、ちょっと待って、これで慣れなあかんな。これでこうやな、こうや、パン、ほらバッシーン、ほらプレゼント。何このプレゼントは。これいいもんなんちゃう。マイコハンにぴったりのものがいいな。オランダなドレスやって、どう。せっかく俺今さ、これほら自分でマイコっていうのさ作ったんやけど、それでもオランダなドレスって言われたらもうさ身につけるしかないね。いいね。でもなんかおグッとなんか統一感は出たな。でもあ、メッセージボトルや。またちょ、アイテムをさ多く持ちすぎやわ。わし あたいメッセージボトルちょ見てみよう。うん、たまたま拾ったあんたへ。この前は花の世話をしてる時に新しい DIY のアイデア浮かんだから慌ててメモしておいたんだ。今日は出血大サービス、あんたにレシピ教えてやるよ。うん、希望を託すディアーナよりやって。貝殻のスクリーン、何それ。星空のディスタンスみたいな。何なの貝殻のスクリーンで。いらんわそのなんかみたいな。ほんな顔進んのやめて。自分が消したんやからな今。うわあ、でもちょっと待って、俺神にさ今試練を与えられているによ。それ何かっていうとね、あと1個なんよ。このあと1個が届かんのよな。これちょっといやー、なんとかせなならんな。おっしゃ、ほなね、これはもう思い切った作戦に出るわ。今回というか今日もおい、ちょっと出るわ。おう、この出ていくわ俺。悪いけども、おう、だってもう出させて、もう頼む。こうマイル旅行券で、こうだいぶ高いね。ほんまやったらこのポケット整頓テクニックとか、多分高いやつね、このおしゃれヘアカラー。こういうのほんとやりたいんだけど、こっちのこの2000をね、もうこれちょっと取っちゃうわ、じゃあもう。うん。もうええどすほな。あっちし。もうええどす。もう早くして。テンポ悪いから。うん。もう、もうええ。もう早く喋らせ。うん。もうあたいこの家出て行かせてもらいます。ほんで結局その仕上がりでどう。もうちょっと絞り出せるかなと思ったんだけどな、だいぶカスカスやったね。あ、ほな小田抜き行ってくんだ俺。小田抜きなあ、もう帰らへんと思え。そういえば花の苗はスコップがあれば掘り起こして植え替えることができますよ。うん、ありがとうね。せやね、役立つね。ほんとありがとうありがとう。下半身なんか衣つけような。うん、どんな小さいからって言うてもな、許されること許されへんことあります。お、今日も鼻にチョコレートついてんな。え、うん、本日はもう俺はお出かけしたいね。本日はうん、現在マイル旅行券を持ってますよ。おう、そちらもってどういうこと。そ、使わんでいきたいと、使わんでいきたいんやけどな俺は。おう、グッドラック。誰ザ、到着しました。この島ね。この島、あ、ちょっと待って、この島なんか桃んだなってますやん。うん、道具が必要な場合にいつでも声かけてくださいねって、グッドラ、ありがとうございます。木村拓哉かなんかを意識されてるんですか。ねえ、あんまり冗談言ったら殺しますよって言ったことですけれども、ここはこの桃がやっぱ大事なんじゃないかな。俺、それならさ、道具、なんかこれ、一個や二個ほかしてきてもよかったな。木なんて取ることないんだから、例えば斧ほかしてくるとかさ。とかさ。ちょっとごめんなさいね、坂田さん入りましたけども。おっしゃ、とにかくちょっと桃乱獲しようか。桃の乱獲から入って、で桃食べようや。食べたことないよこのヤシの木もね。お前食べられへんかったよ結局。新しいもんがいっぱいありすぎて。オッケー、ちょっと一回食べてみる桃。じゃあ桃を一個食べる。どう、おいしいんちゃうそれなあ。俺桃がいっちゃんすぎかもしれん。どう、俺桃かなり、桃めっちゃ、俺もめっちゃ桃好きやもん、言うてもほんまに。桃と星の輝きが好きやもん。ほんまに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 。桃ばっか、あ、ここキャンプファイヤーやってるやん。うわ、ちょっと待って。あかん、これ武器持っとかんと。ちょっとすいません、話聞いていいですか。あ、何こいつとか、ほら。今日ベッカムヘアしてんのお前だけじゃん、それ。ものすごいちっちゃいベッカムヘアして。話聞かして、ちょっと。チッチーやって。3! ほんなら 3! あ、女の人だこの人。あら、こんなとこで人と会うなんて、なんだか運命を感じちゃいますね。私の名前はチッチです。 3! だから一人旅でここまで来ちゃったので、話しかけてくれてとっても嬉しか、私ってばっかり喋っちゃった。
もしよかったらお名前教えてくれませんか。ちまうまはしましまから来たごとイケメン男さんなんでですね、せっかくこうして会えたんだもの、この出会いに感謝しようと思います。滞在中仲良くしてくださいね。一緒に桃とか食べへん。ほな、なあ、チッチさん、チッチさんは女性ってことでいいんですよね。忙しい日々の暮らしから離れてゆったり過ごすこの島での時間は心の洗濯にもってこいですね。もう心はすでにレノアハピネスといったところでしょうか。最近私が住んでる島での暮らしもちょっとマンネリ化してきちゃってて飽きてたところだったんです。キャッ。へえ、ほら、嘘やけどうちの島にでも来てみる。本当にいいでしょうか。あ、嘘やで。嘘やで。あー、ごめん。まるで夢見てるみたいだけど夢見てるんですよ、ほなね。後から嘘だなんて言わないでくださいね。どっちも言えへんねんけど、ほんまに。大丈夫だよ。大丈夫。君の住む場所はないけどね。嘘とは言わへん。でも君の住む場所はごめん、ない。だったね。すごいね。鼻の下が紫っていうのはすごいね、ほな。ファンタオレンジ飲んでもグレープなるんちゃう？あー、すごい。そんなことできちゃうなんて、もう彼だけじゃ、彼女だけじゃない？これはあれなん？一応、どっかの島ってことなん？こんな小さい島でもあり得るの？これ。なにこれ？新しいの釣れたんやけど、どんこやって。ちっちゃいけれど顔はいかついんで、ちっちゃくもないし、どんこ。ええやん、新しいの釣れたらテンション上がるね、やっぱ。まだ上やな。あ、これだが、やっぱこういう風に他のところの惑星に来ない、惑星ちゃう、島に来ないと釣れないものもいるんじゃない。土壌がワインを買いましたとさ。さて、そのワインの名前は、ドジョレーヌーボー。どう。今の一押し。ちなみにワイワイさん、そんなことしてる場合ちゃうんですけどね。でもやっぱここに来てさ、軽はずみに帰れへんやろ。やっぱもったいないやんか、せっかくお前来た。ほんで、この埋まってるとこ多分パンジーやと思うねん、この花が。皆さん、これご存知、パンジー。私のお母さんはね、母親はよう観葉植物を植えとってね、庭に。だからね、花の名前は結構ね、私も知ってるんですよ。よし、では行きます。1個でも出ればいいから、行こう。あ、潰れたけど、ナイス。これでいい。これでも俺の今日の役目、お役ごめんやから。23日お役ごめん。これ桃って誰が最初に言い出したの。最初、一番最初のネーミング決めたやつ、ちょっとさすがにイカれてない。でも、あ、これなんて名前にしようかなって言って、桃にする。なるほど、これ俺桃食べたからか、だから祝われたんちゃうか。なんかそんな説明受けた気がするな。なんか天変地異を巻き起こすような力が出るらしいね、こう食べると。ああ、そういうことか。お前ろくにほんだあんま食べへん方がええんちゃうんか、果物なんか。おっしゃ、じゃあちょっとこのパンジーちょっと俺取ってみようかな。ほら、パンジー、これ多分パンジーやと思うな。まあまあ間違いなくパンジーや。これ赤いパンジーの株やろ。赤いパンジーもいいし、おい、この青白いな。これ青、何色なのこれ。白、あ、白いパンジーもいいな。何その言い方、ほんで。そのパンジーの言い方何？黙って聞いてりゃさ。正しくはそう言うから、みんな。悪いけど、な。じゃ、ちょ、帰らしてもらっていいですか？ほな。すいません、チョコレート鼻についてるとこ申し訳ないんですけど。はい。大事なものの置き忘れは特にないですかね。ま、もし強いてあげれば思い出ですかね。ダル。いやー、お待たせだな、もう、お待たせだな、もう。大変また、お待たせだな、もうね。グーってこの目見て、グーって目、なんか皮に噛まれた時に、こう、親指の爪でグーやったみたいな目。かわいい。俺ちょっとね、お店の建設の件でね、鉄鉱石を、はい。その話はもう常々お伺いしてございます。で、これ提供させてもうて、うちのとこでね、なんとか30、やらしてもうたんで、はい。残りは鉄鉱石30個なんですけども、もちろんです。ただ見積もりの、64,000ジェニーだけちょっとしっかりと払ってもらわないと困るんですよ。はい。必要な次第は、そうでしょうね。それはあなた方の金儲けで、こっちも、はい、あ、俺、そうですね。はい。あ、はい。立役者であること、ぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を、いらないんです、そんな。どういうことですか？お店の権利。はい、お店の工事看板を好きな場所に建てていただければ、工事の
あー、はい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 。うん、どこに建ててもいいってことなんですね。じゃあ、はい、私に託したってことはそういうことなんですね。わかりました、わかりました。物を売る前に喧嘩売ってるってことですね。わかりました、うん、ここでいいんじゃない。じゃあここでいいと思う。ここが一番人来ると思うわ。うん、これね、マップ見てもらったら一番右上のね、一番北の北東の方にある、ゴッツ、とこにしました。 OK、 建ててきたよ。え、一回見てきてごらん、あの予定地。後に埋め立てるから、俺。うん、立てて、うん、うん、立ててきたよ。明日には回転できる。うん、大急ぎでね、やらへんかった。多分間に合わへんちゃうかな、明日には。あんな距離あったら。オッケー。ほな、あとはもう明日の、準備だけ。ここで、明日届くね、郵便物っていうのは、基本的に翌日届きますから、それをちょっと準備しときたいね。まあ、この本村弁護士の、メガネしかり、何しかりね、こういうとこで買ってますから、このタヌポートで買ったものは次の日に来ると。雑誌は持ってやろう。あ、メスのフラミンゴやって。これ動くの？メスのフラミンゴは。あ、ちょっと待って、マスク入荷してるよ。買っとかなあかんちゃう。これはさすがに。今、品切れやから、うん。あ、そうね、これ欲しかったね。タヌキ開発アイマスク。うん。これね、これで、君も、タヌキだなも、やから。今日から君も、タヌキだまなな、もう、って言うて。これもちょっと映画っぽいことできそうじゃない？これで。これ何かっていうとね、まあ、これちょっと傘に見立てるとするやんか。ほんで、ここでカメラモードにすんねん。ほんで、こうするやんか。さらに、ここでフレームをつけていって、こう。こういう感じ、ほら。これでほら。どう？映画っぽいやろ、なんか。時代劇っぽくしようかな。時代劇っぽく。はい、時代劇カット1。はい、時代劇カット1入ります。よーい。さっ！あれよ。あら、いや、あよ、あらよ、と、歩いて、いたら、の、ああ、あれは、あれ、カット、タヌキ、お前ちょ、引け、今映画撮影中やから、出ろ。はい、じゃあカット入ります。はい、カット、はい、カットワン、スタート。あらよ、という、このご時世に、タヌキ、うん。たぬき出て、続きやるから。あら、あれは、なんと、いうことですか。はっはっはっは。俺は、この異世界に生きとし生けるものすべてを殺戮する生き物。そう、俺が、この世界にあるすべてを、俺が、はっは。俺はこの世界で全ての生き物を殺し去る生き物だ。キャー、それは助けておくんなさいまし。助けてお、誰か助けておくんなさいまし。待て、悪を正し、すべての太ももをすっきり見せる。そう、我こそは血のパンマン。俺が来たからにはもうお前も、お前のウエストもおしまいよ。お前の人生お裾直ししてくれるわ。いやー、待てー、いやー、くそー、隠れたって無駄だ、隠れたって無駄だ、いやー、くそー、貴様がそこまで言うなら仕方あるまい、貴様が違う、タヌキ、おい、タヌキ、くそー、やりやがって、血のパンマンめ、逃げるぞ、タヌキ、小タヌキ、逃げよう、逃げるぞ。あら、血のパンマン様、助けていただいて、本当にありがとう、ありがちゅうございましょう。本当にこの俺、どうしたらよいものやら。いえいえ、そんなことございません。私がやったことなど、大したことではございませぬよ。ただこのパチンコで、血のパンの縮めただけのことさですから。血のパン様、マー様、ありがとうございます。あなたに一生、このおしん、ついてまいります。
タヌキ、タヌキ、お前さ、早向こう行け、タヌキ。だ。ピョンピョンピョン。来た。ちょ待てよ。ほら、おっしゃ。ナイス。やっと捕まえたこいつ。ハチや。いや、実はね、今これまあハチたまたまやったから喋ってるけど、ちょっとね、多分この前のカットが何してたか分からへんけど、そっからずいぶん時間経ってね、その日のね、一応夜なんです、もう。今もう出かけてて、帰ってきてからやってるんですよ、今これ。おっしゃ、もう大体でもやり残したことはないんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、あの、明日の、ん？なんかいい日やね。うわ、7割8分テレサいるやん。あれは、捕まえられんのか？どうしよう。おっと！出たー。お、散らばってしもた。ゆうたろうやって。幽霊様、私何も悪いことはしておりません。どうか見逃しを。え、人間、生身の人間ですね。私昔からこの島におりますが、人は一人も住んでなかったはず。あ、最近移住してこられたと。なるほどなるほど、そういうこと。おう、改めまして、あ、そう、自己紹介してしょ。ゆうたろう、ゆうたろうと、もう幽霊やからってことやろ。お見知り、うん。私、暗いところ、とりわけ夜は大好きなのですが、幽霊だけは、どうし、うん。いやいや、うん、そこまであかんとこはいっぱいあるけどな。なんでそんな猛攻みたいな形してるかもわからへんし。お、魂の一部が飛んでったんや。びっくりした拍子にところ中に飛び散ってしまった。はい。こんな姿じゃどうする、うん。うん、常にどうすることもできひんと思うけど、お前はさ。うん。ね、うん、何集めてこいって。うん、私の魂をかき集めて、うん、一生このままですやって。こんな姿のままでは浮かばれませんうまいこと言うね、浮かんでんのにか。お、あ、お礼がせよ。お礼ってやったらもういいよ、やるよ。5玉ね。はいはい、5玉くらい集めれば島のあちこちに。あ、漂ってんのね。はいはい、網を使ってするかも。 OKOKOK 分かった分かった。よしよし、ありがたいありがたい。まあそうやね、もう大丈夫、今俺元気めちゃめちゃあるから。 OK、 ほなすぐ捕まえてきたるわ。あ、早速見つけた、ここに。ほら、ほいちょっとってあ、これか、これを捕まえればいいってことね。はいはい、まあまあ、また今度にしよう。今もうちょっとしたら俺一回電話かかってくるから、ちょっと切らなあかんからさ、また数時間後に会おう。あれ、ちょっと時間経ってから来たら、なんか自分場所変わってるやん。雄一郎じゃなかったん、嫌かなかったっけ。何本でこの画面なんかしれっと知ってますみたいな感じで開いてるけど、何してんの。え、ちゃえちゃえ、自分さ、え、あ、集まった。え、引いてたじゃなくてさ、え、出てたやん、ずっと俺やったら。違う、あ、何、一回ゲームを落としたら、そう、あ、なかんの言うたろう。あ、さっきは自力で何とかしたんやって、でも大変だったんですからって言って言うてるわ。はいはいはい、魂集めていたらいいんやろ。だらけないでしょうか、俺もちゃんとさせていただきますので。やろ、うん、5玉ほどな。ほな、オッケーオッケーオッケー。これやろ、これ捕まえたことないんだけど俺。これちょ、いや、もうこの縦軸の感覚がわからへんねんな。お、ゆうたろうの魂捕まえてって、それはまずいな。あれ、5玉目が存在しひんっていう可能性が今マレゾンで。ちょっと待って、ないねんけど。あと1つないわ。うん、あと一玉やねんけどな。最後はな、うん、気を抜かず、うん、気を抜いたのはお前でな。ちょっとさ、聞きたいねんけどさ、なんかここら辺に飛んでこへんかった、火の玉みたいなやつ。うん、そう、ゴッドイケメン男やけどな、俺は。まあ、ない、知らないか。うん、そうやね。いや、知らん、みんな。どう？うん、暮らしのことで何かわからないことがあったら、そう、だからね。それで、この島で採れるフルーツってなんであんなに。いや、知らん知らん、人によって好みも違うし、それは。な、一概に自分の価値観を人に押し付けるのはやめて、ごめんな。たぬき知らん、大きい方のたぬき知らん。うん、そう、ゴッドイケメン男やねん、俺。どうやらゴッドっていうのは、ゲットしたの過去形らしいねんけど、ゴッドらしくて、本来は。これちょっと今は無理っていうことなんじゃないか、じゃあ。だってね、ないんだよ、ほんとに。全部、片っ端から見れるとこは見てるけど、ないの。え、いるやん、普通に。あれ、さっき見たあつ森やってんけど。はい、5つ目。はい、余裕。これで最後が、ゆうたろうに返し、ゆうたろう。ほら、ゆうたろう。
おい、見て見てみ、これ集めてきた。わあ、人魂を全部集めたんですね。おう、そやね、言うたろ、俺だから俺、それは返さへんよ、でも俺お前に。え返すよ、そりゃ返すやん、持ってたって邪魔やもん、だって。おう、ゴタマね、はい、カーゴタマありますあります言うて、ほら、ビューなって。うん、あらパーパラーズで、何バカにしてんのか。いや、本当によかったよかった。うん、素晴らしいね、ありがとうございました、こちらこそ。うん、あ、なに、俺を、え、嘘、俺なんかくれんの。そんなことしなくていいの。え、家具なんて、え、嘘やん、嘘やん。もえ、本当に言ってんの。俺が持ってなくて、さらにちょっと高価そうなものを俺が選べるって、お前もう神か、マジで。あ、え、あ、どっちかってこと。そうだな、やっぱりでもね、僕はその自分が欲しいものをもらうっていうのはプレゼントじゃないよね。やっぱ高価そうなもの、あなたが決めてほしい、これってやつを。そう、いらないものなんかないんだよ、君の気持ちをね、僕は欲しいってことだから。うん、本当に価値があるものなのかどうかは、いや、それはもう、いや、そこもう価値があるよ、それは。それはいらんわ、猫のトイレはいらん、猫ちゃうし、俺はな。うん、ちょっとごめん、それは話が違う、ゆうたろう、ゆうたろう。猫のトイレってえ、それこう、こうかな、この猫のトイレは。おい、なんかこれ超飛んでんねんけど、これこれ超珍しいんちゃうの、これ。あ、取れた。ん、これは、それ何、モルフォチョウやって、ブリリアントだね。意味分かってる、お前、ブリリアントって。こういう夢ならもう一度会いたいやろ、それブリリアントグリーンな。ほんでちょっと高いとこから入りすぎな、サビ。ブリリアントグリーン、春って言って知ってるみんな。え、そんな古い曲知らんっていうのは、ただ自分が高顔無知ですって言ってるだけやからな、みんな。あんま大きい声では言うな、そういうこと。え、僕その年代じゃないんで。いや、それは君が無知なだけやからな。はい、ただいまー。ね、すーごいね、置いてるものが多くなっちゃってきてるんだけれども、せっかくもらったからね、猫のトイレもちょっと、まあ、とにかくこういうのね、こういうあの蝶々とかこういうのを置いとかないと、今博物館ができてないね、まだね。おっしゃ。で、このね、猫のトイレってやつ、これ絶対いらんやろ。いる？これ、この猫も飼ってないのに猫のトイレ、これ猫飼えんのかなっていうか、え、そういうことでは、もし猫が飼えるって言うやったら、俺、うわ、それは楽しみやな。じゃあ俺も準備整ってるもんな。猫っていうのは基本的に別に壁とかあればそこガシガシするから、それでええし、遊び道具に関してはな。言うたらこいつらも遊び道具なわけやんか、ある意味命を賭した。だとすればあとはご飯とトイレだけやもん。それ考えたらもうこれを飼えるやん、室内買いできるやん。あ、いいね、それ楽しみや。でね、俺ちょっと一個やってみたいことがあってね。それは何かっていうと、ここなんですよ、ここ。これね、マップ見ていただければ分かるように、これ湖でしてね、これ川でもなければ海でもない。まあ、だからここの部分に、あの、もし魚が現れれば、こう新しい魚が釣れるんじゃないかと私は思ってるんですけれども、ここに魚の、まあ、魚影がないじゃないですか。そこでなんですよ、私新しいね、今回物を持ってまいりまして、それがですね、この魚の巻き餌、これをここに使って釣り竿で釣るというのを一回ちょっとやってみたいなと思うんですけども、これを巻く、そう、これぞ、ほら出てきたやろ、これやね、これを、これは、ね、絶対そうやって使うと俺思ってた、俺思ってたんよ。これは楽しみ、絶対意外なやつ釣れると思う。俺は多分鯉とかやと思ってる、これ。あ、おな、うわ、こいちゃん、ほんまに。ほら、どうも、うわ、かっこいいやって、ほんで。な、もう全部任しとけってせやから。もう困ったことがあったらな、政治に頼らんと俺に頼れってぐらい、もう任しとけ。このちっちゃい、このちっちゃいってな、これな、言おうか、金魚、これほんな。もうこれは金魚で間違いないね。デメ金やと思う、しかも。ピンポイントで言うならば。うん。ね、それは。やっぱりな。どう、 うわ、めっちゃ高そうな鯉釣れてしもうた、どうしようこれはまずい、ちょっと待って、俺初めて観賞魚釣ったかもしれん、これいいな。俺ちょっと待って、釣りできんのやったら、俺今1時ぐらいやろ、ほら今1時ぐらいね、これもう今日潰せんじゃん、一生時間5時まで。 OK できた、ほら
めっちゃええやん。これなんかちゃんとした水槽に入れてあげたいな、これ。錦と上普通の無印。錦と無印、これ、ちょっとこの錦さんだけはさ、買おうかな、俺。うわぁ、もう完全に水族館みたいになってきてるもんな、ここ。やっぱ、あれ、袋明日びっくりしようんで。あれ多分10からおるやろ。10からを俺明日全部渡すねんで。で、今からさらに俺は、潮干狩りに徹するから、潮干狩りして、巻き餌作るから。もうな、このちっちゃいやつにもな、おたまじゃくし。いや、俺金魚はいると思うねんな。金魚か、緑亀。いてもおかしくないと思うねんけどな。金魚すくいのようにな。ほら来た。ほら来た！デメキンじゃないけれども、金魚やろ。オッケー、真っ赤なおべべやて。わからん。V がわからん。おべべ。へそか？おべべ。へそのことをおべべって言うか？へそのことはへそって言わへんか？言うやろ。だから違うで、多分みんな。うわ、なんか、え？なんか金魚だけ違うねんけど。え？この金魚、じゃあ、こっちにあげてほしい。あずまさん夫妻に。あずまさんの、もう嫁さんの方、明日になったら帰ってしまうからさ。知ってた？みんな。あずまさんの嫁さんも明日実家帰ってしまうねん、これ。なあ、あずまさん今日、あれ話しときない？精一杯。もうあと、4時間ぐらい？ 4 時間未満でもう行ってしまうからな。さらっとおる。おっしゃ、それだ！おっしゃ、どうや？これ、お前ようそんなん持つな！うわ、足10本ないそいつ、タランチュラやってほんで、タランチュラって何、そんな、こういうイメージで、え、何それ、ガサガサって入れたけど出ていくんちゃうか、こんなん。うわ、気色悪い、どうすんの、こんなん。うわ、何これ、ほら、気色悪い。これ、何、どうすんの、これもう、今すぐにでもこいつ、殺したいねんけどな、できれば。なんかデスマッチしてもええけどな、これ。タランチュラとバーサスみたいな。どれが一番強いやろ、こん中やったら。まあでも攻撃力で言うとやっぱりタランチュラが一番強いんじゃないかな。でも迷彩っていう意味で言うとこいつめっちゃ強いから。このヒラメめっちゃ強いから。見つからへんねんで、まず。で、てか、俺の、もう、俺の部屋がさ、博物館の物置みたいになってるから頼むわ、はよ立ててや。あ、おった。もう一つの地球外生命体や、ほら。あれ、みんなわかる？あれ多分船虫やと思うね。よっしゃ！うわ！きっしょ！船虫を捕まえた。ビーチのお掃除、ご苦労様。って。何せビーチのお掃除、ここ、どういうこと？船虫って、あれやねんな。綺麗にしてくれる役割があんねんな。じゃあまず自分のその見てくれ綺麗にすればいいのにって俺は思うねんけど、あれ鈴木さんやと思う。俺な、いい加減これ鈴木さんじゃないパターンあると思ってんねんな。そのパティにかけてみるわ。これほら来た、ほら来た。俺今日来てるぞ。これ今日釣り来てるぞ。ちゃうねん、ずっと鈴木さんやって。俺今までずっと鈴木さんばっかりさ、あれしてたから、釣ってきてたから。それでもでもあの大きい魚影はなんかある、タコとか釣れるんちゃうか俺思ってたんよ。これ見ててみ、これもそうやで。ほんで今はこの俺の流れが神が与えし流れならばお前もきっと違うやつよ。ほら、いかや、おな。しかも今日一日もう今日一日で終わりでいい、今日の動画。で明日はさ、明日の分あげるってことで、もうこれ多分どうしても尺入りきって、今日こんなに釣れると思ってへんかったから。でね、もうマイルがいいのがすごい溜まってて、溜まってございまして、今多分ね、このポケット整頓ってこれが欲しかったのよ。多分これで物を多く持てるようになるんじゃないかと思うんだが、どうだろうかと。OK。なるほど、納得。うん。これで持ち物をしまうコツをつかみました。これなら、荷物をもうちょっと詰め込めるかも。はい、開いてみましょう。ドン。さすが！全然ちゃう、これで。これを待ってたんよ、俺は。このなんかパンジーとかもさ、なんか邪魔でさ、これね、置くこともできひんねん、こいつ鬱陶しい。他のとこに植えたいんだけど、こんなん世の中に植えたないやん、俺も。さすがに俺とは言えさ、そんなお前酷なことする？パンジーっていう名前つけられてる花やねんで。パンジーやで。それがドグーンとか、そんな名前やったら俺も別に夜でもええか思うけど。パンジーっていう名前つけて、そんなお前名前ついてるもんがな。生まれ夜ってそんなことないって。
かわいそうでなら俺は。そして俺はまだしつこくここ行くから、このしつこくここ行くのも絶対まだなんかあると、あと1周2周は絶対釣れるやつある。よし、濃いな、まずな、恋の歌歌います。じゃあ、愛することに疲れたみたい。ちょっとモノマネまで入ってたよそれ。その恋、松山千春な。もうお前松山千春に集中しすぎて、お前逃してもうてんけ。松山千春で恋っていうことで、それでもいいと慰めていたな、それでも恋は恋。スナックみたいになってんだけどもう。ごめんね、もうこれおじさんの実況スタイルやから。あ、ちょっと面食らっちゃったかもしんないね。ほな、このシリーズから見始めましたいう人は。ナイス、さすが錦鯉。この錦鯉は売れるから、もうこれな、9万貯まるんちゃうかなと思うね。今日だから9万8000円やったっけ、貯めたらええでしょ。もう今日の動画これ1個ってことで。これでもね、このゲームようできてるよな。俺が言うことじゃないけどさ、このゲームようできてると思うわ。なんかピュッて下からさ、水出てきたと思ったら貝そこにいんねんけど、それ以外のところを掘ってもいいひんわけや、貝。ほんでもそれほんなとこだったらピュッて出てきた、このタイミングの近しい時間だけこのアサリ湯の判定が残ってるってことやねん、プログラムとしてな。えらいわ、褒めるわ俺、えらい。これ作った人はで誰言うといて、作った人に。ようやった、ここまで。ほんまに大変なこともいっぱいあったやろなあ。いやもうつまずくこともいっぱいあったやろ。でもようやった、ほんまにようやった思う。よう頑張った、ここまでよう作りました。いいよな、ギャル曽根って食べても食べても太らへんから。俺とギャル曽根の違いって何やろ。全部違うわ多分。多分ごめん、全部違う、性別からちゃうから。ええやん、でも食べても食べても太らへんっていうのがすごいな。食べても食べても太らへんってある意味人間のクオリティとしてはだいぶ低いねん、ほんまは。だいぶ、だから車で例えたらだいぶ燃費悪いねん、かなり燃費悪い。そう考えると太ってる人っていうのはかなり燃費いいねん。てか誇っていいねん、ある意味人としてな、人の出来として誇っていいねん。もう7700ベル、いいね。大手ってとこちゃう、これ。いよいよ9万に大手、あと1万2千よ、あと1万2千で目標達成。ほんで今日借金全部返して明日博物館できたら、もう俺の家なんかもうすっからかんよマジ。おっしゃ、こんだけ釣れたらもうそろそろちゃうか思うねんけどな。どうやろう、だいぶ甘いかな今。あと残り1万2千なんよね。で錦がめっちゃいて、鯉も釣れて、金魚もいるから、金魚の相場が分からんけど、俺1万2000いくんちゃうかなと思ってね。よっしゃ、見てみんで。3錦、2金魚、2弱子、3鯉。これどう？気になる結果は？ドゥルル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 ルン！ほら来た！ 15,700！ いいでしょう！売りましょう！ 10 万円。持ちきれないお金を袋にまとめて、持ちきれないお金？持ちきれないお金ってどういうこと ?10 万までしか持てへんの？まあ何でもいいや、10万持てたら俺返せるからさ。あ、はい、ゴッドイケメン男でーす。うん。相談っていうか、ちょっと金返させてほしいな、思ってるんですけど。うん。ドンが残ってるうちは、うん。分かってるんだな、もう、だから。あ、頼むポートでするんだな、もうね。はい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 。あ、ローンの返済やん。うん。所持金で、こうや。9万8000ベルや、ほら。どう？ほら。ピシッと返したやろ、俺は。やったーって、解放された、自由やーっていうな。ぐーっと溜まったもんが今、パッと吹き出てきたから。どうや、これで文句あるか、お前。え？どうも、どうも。どうも、どうも。うん。あ、ゴッドイケメン男です。うん。ああ、ありがとうございましたっていうのは違うよ。それは相互交換やから。うん、ちゃんと払ってくれると思っ、うん、そりゃそうでしょう。だから貸してるんでしょ？今のお家って広さ的には、うん、まあ博物館を、うん、手狭に感じたなったら、ここでもう少し広いお家に増築することをご提案するだな、もう。うん、上手なこと言うけどね、そんな収納のスペース、うん、とか暮らしにゆとりて、うん、
何かご興味があったら気軽に、うん、心のゆとりがなくなるからね、暮らしにゆとりが出てきたことによって圧迫されるでしょう、ずいぶん。さあ、なんぼすんのかちょっと聞かしてもうて、ほな、マイホームが。うん、うん、お部屋を広くするのをおすすめするんやろお願いします、じゃあ19万8000円やってうん、いいタイミングだし、痩せの色も変えたくないよ、大丈夫大丈夫、円楽か俺かしか選ばへん、紫がいいねん俺は、いいいい、それで変えへんから、うん、いやねん、今。あ、明日にはうちの子、あ、ちょっと待って、これめっちゃいいや、じゃあ博物館、俺もう、ビロッビロに広がるんちゃうん、じゃあ俺、なんもする、なんもないんじゃ、ベッドしかなくなるぞ。じゃあ、ちょっとおじさん3時間ぐらい仮眠してこうかな。それでもいい ?3 時間ぐらい仮眠してから、様子見に来るってことでいい、じゃあ。なんなんそいつ、お前カビ生えてんぞ。大丈夫か、だいぶ年季入ってるけど。あ、でもこのタイミングいいな。ほな、今日もう3時間ぐらい寝ようか。ほな、今2時やろ、ちゃうの 5時やんな、確か。5時になったらいけるはずやから、24日が始まるみたいやから、せばに寝よう。さあ、ということでいかがだったでしょうかね。本日はちょっとギュギュッとまとめたあの動画になったんで、進行っていうのはあんまりね、あの変わらないというか、まあ、ほのぼのした生活を送ってるっていうのはもう変わりませんから、そんなに進んだのかって言われたら進んでもないですしね、またあの何か変わったことがいっぱい起こったかって言われたら別にそうでもないかもしれませんけれどもね。ただやっぱ少しずつこうやり方を掴んできているのもありますしね、まあ、ありがたいことにこうコメントで教えてくださってる方もいらっしゃるんですけれども、ただどうしてもね、なんかその反映するのにやっぱりね時間がかかってしまうと言いますか、まあ、本当にね、これ朝方撮らないとなかなか毎日投稿ってできないんですよね、私の場合はね。だからあのその日に2日分作ったりしちゃう面もありましてね、もうほんと少しずつしか反映できないんですけれども、まあできるだけね、まずは今目の前にある、今回で言うとあの小田抜きの店オープンとかね、ああいうことをまあ少しずつ少しずつやっていきながらね、またこう余裕が出てきた時にでもね、皆さんのちょっと気になるコメント本当はあったりするんですけれどもね、そういうのもね、試していけたらなと思いますので、もしよければね、また次回動画上がればおそらく明日やと思いますけれども、ご覧いただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた明日の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。